今回から市場で旬みっけ、このように服装が新しくなりました。ということで新年度もより気合を入れて市場に行ってきます。春の花を求めて福島市公設地方卸売市場へ。いや、もう春のお花がたくさん並んでますね。そうですね、今当市場で、人気の品種を集めてみました。今回は一つの鉢にさまざまな花を植える寄せ植えについて教えてもらいました。用意したのは全部で5つの苗です。こちらはクリスマスの頃からバラのような花を咲かせる、その名もクリスマスローズ。東北地方では4月から5月にかけて開花します。その他なでしこなど今が旬の4つの苗を準備しました。綺麗ですね。なぜこれらの花が寄せ植えに人気なのかというと、そうですね、寄せ植えすると根が開放されて根が成長するんで、どんどんその株が増えていくんです。これがもうどんどん伸びていくので株が3倍ぐらいに成長するんで、そうなると花芽も倍以上に咲くって形になりますね。県内では会津地方で花の苗の生産が盛んで、生花店では100円から300円ほどで購入できるそうです。思っているよりお手頃価格ですし、やってみたいなと思いますよね。はい、綺麗だし。今回はこちらの3つの花を選んでみました。お花を選ぶ、では早速植えていきます。準備するのは軽石や培養土などどれもホームセンターで揃うものばかりです。まずは鉢の底に石を置き、その上に土を入れます。次に苗をどのように植えるのか決めていきます。奥に置いていいんですね。ポイントは苗の高さを変えることです。やっぱ後ろに背の高いのがあると下手前に低いのがあるので、ちょうどバランス、メリハリがついてちょうどバランスが良い形になります。はい、自分の方向いてる、そうですね、自分の方に向けていただいて、高さのあるクリスマスローズを一番奥に、手前には背の低い苗を。思ってたよりも簡単にできますよね。そうですね、色の配置とその高さのバランスもちょうどいいと思います。はい、本当ですか。はい、やった、ちょっと高評価ですね。良かったですね。苗と苗の間隔は10センチ程度空けて植えてください。間隔が狭いと花が成長しにくくなります。できました。もう本当に数分で作れちゃいましたよね。そうですね、材料さえあればすぐに作れるかと思います。いや、カラフルに出来上がりましたね。玄関に飾りたいですね。なんかね、明るくなりますね、気持ちもね。今年は桜の開花がとても早かったですが、他の花にも影響はあるのでしょうか。今年はこの暖冬というか暖かい影響で、本来でしたらゴールデンウィーク前からこの苗物はかなり動き始まるんですが、今年はもう今からもう動いてますね。ということで実際にホームセンターに行ってみました。もう入り口前に寄せ植えにぴったりのお花がたくさん並んでいますね。種類もすごく多くて本当に綺麗です。お店に行ってみるとおよそ100種類の苗が並んでいましたが、例年と比べましても今年は1週間ほど早まっているような形ですね。コロナ禍で家にいる時間も増えたことから、ここ数年はガーデニング用品の売れ行きも好調ということです。特に人気なのが毎年楽しめるお花のカーペット芝桜と、鮮やかな青色が特徴のネモフィラ。お客さんは、寄せ植えに挑戦してみようかな。暖かくなったから余計やっても成功するかなって。他のうちの人らみんな綺麗にしてるじゃないですか。まあ、そういうふうにしたいなと思ったんですけど。生活に彩りを与えてくれる春の花々。皆さんも寄せ植えに挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、
手前から奥にかけて背を高くしていく。本当に簡単ですよね。ね、コツがあればね、うん、はい、とっても綺麗でした。このコーナー、来週は旬の野菜を紹介します。お楽しみに。